さて続きいきますね。今回はこのフレンズのこのビデオの10分36秒あたりね、10分36秒のとこから始めますね。それでは、それでは行ってみますね。Why is she in the title? Why is she in the title? って言ってみたいんですね。タイトルっていうのはこの権利というかね、この権利っていうのかな、ちょっと法律用語で日本語では何て言うのか知りませんけどね、タイトルっていうのは何かの権利なんですよ。だから子供あるいは養育権、その子供を養う権利、養育権とか、あるいは子供を持つ権利とか、あるいはなんかいろんな権利がありますよね、法律上で。今回のこのタイトル、すなわちこの権利問題に関して、なんでこの人が今関わってるわけっていうようにね、元の奥さんに対して尋ねてるわけですよね。 Why is she in the title? って言ってるはずですね。そしてなんでこの人が関わってるわけね、これちょっと今なんだかんだと横からなんやかんや言いすぎるから、このねロスが今怒ってるんですよね、ちょっとね。私もこう関わってるんだよとね。 I am in it too というようなことを言ってるみたいですね。 I don't remember you making any sperm. I don't remember you making any sperm って言ってますね。 I don't remember you making any sperm. あなたが精子を作ってるなんていう、そんな思いないけど当然ですね、女性ですから。でもかく、精子を作ったのは僕だからだからあなたが関わるのおかしいでしょっていうふうに言ってるんですよね。What a challenge that is. なんか そういうのってすごくちょっとひどいと思うんだけどというようなことを言ってるはずなんですが、ちょっと細かいところは聞き取れません。She gets her credit. Hey, I'm in there too. She gets her credit. I'm in it too. っていう意味ですね。She gets her credit and I'm in it too.I'm in it too ですよね。僕もそれに関わってるという意味で、そんな言い方しますよね。I'm in it、ね、こういうふうに言いますよね。 I'm in it、 僕はその中にいるということですけど、僕もそれに関わってるんだよとね、ということですよね。I'm in it too. 僕もそれに関わ、これに今回の件に関わってんだよって。You're not actually suggesting Helen Willick Bunch Geller, because I think that borders on child abuse. Of course not. Helen Willick、なんだっけな。なんかちょっとこの元の奥さんがちょっと今ね、言ってるんですけど。なんて言ってるかちょっと分かりません、僕。I as in my grandmother. Still, you say many, you hear mouths. How about Julia? Julia, we agreed on many. It's funny. これ二人で決めたんだけど、ミニって決めたんだけどっていうふうに言ってますね。Spend the rest of our lives together. Things change. Roll with the punches. Julia's on the table. Oh, please. What's wrong with Helen? Helen Geller? Helen, なんで Helen だったらダメなわけ？だから Helen Geller っていうのおかしいだろうっていうふうに言ってますね。No, it's not going to be Helen Geller. No, it's not going to be Helen Geller. Helen Geller って、いや、Helen Geller なんていう名前にはしないわよっていう。ゲラーにはしないよ。It's gonna be Helen Willick? No, actually, we talked about Helen Willick Bunch. Helen Willick Bunch にするのよと、ほんで。Well, wait a minute, why is
shame the title. ね、ああそうか、分かった。この人がね、どうやらこの人がゲラーっていう名前でね、ロス・ゲラーっていう意味らしいんですよね。で、ウィリックっていうのはどうやらこの奥さんのサーネーム、すなわちファミリーネームみたいです。で、この人のサーネームがどうやら、何だったっけ、バンチらしいんですよ。ほんなら、さっき奥さんが、この息子の息子というか、あの、ベイビーの名前はね、生まれてくる子供の名前は、ヘレンなんだっけ、ヘレン・ウィリック・バンチにしようかなって思ってたんだけどって言ってるんですよね。で、ほんなら、このバンチっていうこの人の名前をなんで、その息子、あの、生まれてくる娘の名前に入れるわけっていうふうにちょっとこう怒ってるわけですね。Because it's my baby too. Because it's my baby too. 私の子供でもあるんだからっていう。Really? I don't remember you making any sperm. ところで、あの、こう背後で笑ってますよね。これは本当の笑いじゃなくてね、よく言われるあの、この canned laughter というやつですね。canned laughter ね。Canned laughter。直訳すると缶詰にされた笑いですよね。まるで缶詰にされた笑いをパッと缶詰開けると笑いが出てくるみたいな感じするから canned laughter って言うんでしょうね。うん、人工的な、あの、機械によって、再生された、あの、笑いだから、これはもう偽物だということで、よくね、嫌がる人結構いますよね。What a challenge that is って言ってるのかな。ちょっと待ってね。No, no, no. She gets a credit. No, no, no. It's not gonna be Helen Geller. Thank you. No, I mean it's not Geller. What? It's gonna be Helen Willick? Geller. この人がゲラーって。だからゲラーにはしないのよ。あ、だから元の旦那の名前は入れないで。ゲラーという。だからもし女の子の名前をヘレンにするとしたら、ヘレン・ゲラーになるでしょうっていう。だから当然このロースとしては自分の名前であるゲラーがつくと思ってるんですよね。ちょっと整理しましょうか。ちょっと僕はね、はっきりとこの人間関係つかめてなかったからあれなんですけど、今やっと分かったわ。ロース・ゲラーね。だからこの男の人はロース・ゲラーっていう名前ですね。これがサーネーム、ファミリーネーム、ロース・ゲラーね。そして奥さんの名前が、元の奥さんですよ、元の奥さんの名前は、何だったっけ、ウィリックか、ウィリックとかウィロックかもしれない、ウィリックまたはウィロックなんですよね。ウィリックっていう名前らしいんですよ。だからキャロル・ウィリックらしいんですよ。キャロル・ウィリックね。で、今間に立っている、あのね、女性、レズビアンの相手ね、この女性がなんとかバンチらしいんですよね。このバンチね。だからもしね、女の子が生まれたらヘレンにしようと思ってるとね、っていうふうに奥さんが言うもんだから、だからもしヘレンにしたら僕の名前をつけることになるから、ヘレン・ゲラーになるでしょ、おかしいじゃんかと。あの、ヘレン・ゲラーとちょっとね、ダブっちゃうからよくないというんですよね。だからヘレンはまずいんじゃないって、いや、ヘレン・ゲラーにはしないつもりって言ってるんですよ、この人は。だからあんたの名前を入れないつもりっていうふうに言ってるんですよ、旦那に対してね、元の旦那に対して。で、こういうふうにしようと思ってる。だからヘレン・ウィロック・バンチにするつもり。ウィロックっていうのは、だから、あ、キャロルの名前なんですよ。ヘレン・ウィロック・バンチね。ヘレン・ウィロック・バンチにしようかなと思ってるって言うんですね。これちょっとスリーはちょっと自信ないけど、ウィロックって言ってますね。ヘレン・ウィロック・バンチ、すなわちヘレンで、ウィロックっていうのは奥さんの名前で、バンチっていうのはこの、あ、新しい、 あのね、新しい女性の名前というふうにする。そうするとね、ロース・ゲラー、この名前は一切入らないことになってしまうと、まずいって言って怒ってるんですね。No, actually, we talked about Helen Willick Bunch. ね。Wait a minute. Why is she in the title?
この場合のタイトルはだから権利という意味じゃなくて、これはこのヘレンっていう生まれてくる女の子の名前という意味でタイトルと言ってるんですよね。その名前になんで、この人の名前入れるわけって言ってる。What a challenge that is. なんかね、ちょっとなんとかかんとか challenge that is って言ってるんですか。はっきり分かりません。What a challenge that is って言ってるのかな。ともかくそれちょっとひどい言い方ねというような意味だと思いますが。All right, you two, stop it. No, no, no. She gets a credit. Hey, I'm in there too. You're not actually suggesting Helen Willick Bunch Geller, because I think that borders on child abuse. Helen, これね。この人の名前も入れるというとなると、ヘレン・ウィルク、ヘレン・ウィルク・バンチ・ゲラーって言ったら、そんなのおかしいでしょ。そんな風にしたら、そんな風にしろなんていうのはもう、むしろもうこれはチャイルドアビュース、すなわち幼児虐待になっちゃうよっていうふうに言ってるんですよね。で、Of course not. Of course not.Suggesting Geller Willick Bunch. Oh no. Geller Willick Bunch の方がいいよって。Geller Willick Bunch. ちょっと待ってよ。No. You see what he's doing. He knows no one's gonna say all those names. He knows they'll wind up calling her Geller. Then he gets his way. My way? You think this is my way? Believe me, of all the ways I ever imagined this moment in my life being, this is not my way. You know what? This is too hard. Knock, knock. How are we today? Any nausea? A little. Yeah. Just a little. Any nausea?エニノーシャって言ってたみたいですね。だからなんか吐き気したとか言ってね。だからこれ酸欠行くと吐き気しますよね。だからなんか吐き気したことありましたかって言ったら、あるだろうという場合には男のロースが答えてますね。だから吐き気がするぐらい嫌な思いをしましたよって言ってるんですよね、これね。I was just wondering about the mother to be, but thanks for sharing. My bad.You know what, I'm gonna go. I don't think I can be involved in this particular family. もうじゃあもう帰るって言ってね。もう こういうようなこのこと、この件に関してはもうちょっと関わりたくないよやっぱりって言ってね。って言ってるみたいですね。I don't wanna be involved in this particular thing とかいうように言ってるみたいですね。です。これはソノグラムみたいですね。ソノグラム。でこれね。Oh my God. Oh my God. Look at that. I know. Central Park って書いてあるんですね。これ Central Park って書いてありますね。これ面白いですね。これね。もう一遍ちょっとね。No. They say it's the same as the distance from the tip of a guy's thumb. Oh my God. Look at that. I know. ほらね、Central Park。セントラルパークって言ったら例のセントラルパークですよね。でセントラルパークって書いてありますね。E-P-E-R-K。ちょっとなんか面白いですね。このパークっていうのはどういう意味だったっけ。なんかちょっとよく知らないんですけど、パークって。パークって何かな。ちょっと待ってね。パーク。パーク。ちょっと待ってね。パークっていうのはね、こういうふうな2通りの意味があって、パーク一つ目は動詞で、ね、パークアップとか言って、あるいはパーキーとかいう単語がありますね。パーキーって言ったら cheerful and lively という意味 でパークっていうのはその動詞の形だから become more cheerful or lively という意味でね、元気になるということですね。そういう意味でのパーク、あるいはもう一つは、a benefit to which an
An employee is entitled, such as the use of a company card. これちょっと難しいですね。だからこ、なんていうの、こ、むしろこっち、こっちっぽいですね。この元気になるというね、中央で元気になるというふうに、あの、いうふうに解釈できないこともないような言葉をつけてるわけですね、ここでね。だからちょっと面白いというか。They say it's the same as the distance from the tip of a guy's thumb to the tip of his index finger. That's ridiculous. なんかちょっと変なこと言ってるんですよ、これね。Oh my god. Look at that. I know. いやいや、そうじゃなくて、この、こっちとこっちね、この親指の先と、人差し指の先との間ぐらいの、あの感覚しかないという上に言ってんのよって言ってるんですね。これ一体何の話か分かりません。そのぐらいの短い距離しかないという上に言ってるはずなんですが、The guy thumb って言ってますね、これのことね。thumb と言わずに the guy thumb、 the tip of the guy's thumb、 the tip of the guy's thumb、 すなわち a guy thumb ではないな、 the guy's thumb、 その男の人の親指から人差し指の先までの間ぐらいしかないんだという、ね、They say it's the same distance as Mateo, what did I say? Sorry. It's the same as the distance between the tip of the guy's thumb and the tip of the index finger. って言ってるみたいですね。ともかくこのぐらいの、あの感覚しかないんだと。That's ridiculous. そんなのバカげてるよって言ってますが。Can I use inner thumb? Can I use inner thumb? Inner thumb. だから間のっていうか、ま、あの中にあるこの親指使ってもいいとか言ってるんですけど、何のこと言ってるのかな、よくわかりません。Alright, don't tell me, don't tell me. Decaf cappuccino for Joey.カプチーノは上位のため、カプチーノは上位で、ブラック、あの、ロースがあのブラックで、ラテがこの人で、カフェラテね、これ。And an iced tea. アイスティーがこっちというね。この人ここで働くことになったみたいですね。ああ、なんか全然間違ってたんですよ、これね。全然あの覚えてないんですよね、これね。だから一生懸命働いてるんだけども、あの全然注文を取り違えてるんですね。全然間違って覚えてる。だからあのそのさっきのウェイトレスになりたての人は、あのもうちゃんときちんと覚えたつもりで、ああ私は仕事がちゃんとやってるって自己満足してるんですね。実は全然間違ってたと。extra dollars in my account. 私のアカウント、私の口座にその、500ドル、500
ドラーズだったか $500,000 か忘れましたけども、その、余分にあのお金が口座の中に入ってるのよと。で As minions at work again? As many as work again? ちょっと分からんな。Yes, because now I have to go down there and deal with them. What are you talking about? で、それで向こうに行って、あっちに行って、そういうその人たちと、まあね、その人たちとその関わらないといけなくなったのよと。Keep it. It's not mine. I didn't earn it. If I kept it, it would be like. いや、そのお金口座に入ったんだけど、私それそのお金私が儲けたお金じゃないのよと。でもそのお金使っちゃったんでしょっていう具合に言ってるのかな、ショッピングでね。 Okay, let's say I bought a really great pair of shoes. Do you know what I hear with every step I take? で、すごく綺麗なね、すごくいいあのシューズを靴を見つけたの。そして何かよくわからない。Not pine, not pine って言ってますよ。Okay, and skipping, I'd hear not mine, not mine. その靴を履いて歩いてる時に、なんかその not pine, not pine っていうような音が出るんだと。We're with you. We got it. Okay. I'd never be able to enjoy it. It would be like this giant karmic debt. Taylor, what are you doing?Comic debt. Giant comic debt. ものすごく借金してるような気分だって言ってるのかな。Hey, what are you doing? Oh! あれ、これ何だろう、これ。3年間タバコをやめてたのに、またタバコを吸ってるっていう上に周りからちょっと責められてるんですよね。まあともかく考えてみろよと。前回やめるときにタバコやめるにあたってすごく苦労したろ、それを思い出してみろよという上にね。だから今頃またなんで3年経ってまた始めるんだよと。だから考えたんだ、もうやめ、禁煙はやめたと。それでタバコをこの中に入れてしまったもんだからね、今はこれ飲むわけにはいかないというふうに言ってるみたいですね。今はこの今はこれ飲むのわけにはいかないということは、後で飲むことはできるという意味なのかもしれません。ちょっとわかりません。All right, I'm gonna go change. I've got a date. This is Alan again. How's it going? It's going pretty good, you know. It's nice. We're having fun. So when do we get to meet the guy? Yeah. So today's Monday. Meet the guy. The guy って言ってますね。When do we get to meet the guy? って言ってますね。だからどうやらこの人は今からデートするみたいな、男の人とね。で、僕らはじゃあその男の人にいつ会わせてもらえるのかなっていうふうに言ったら、そうですね、そうだねとかいうふうにちょっと今考えてるらしいんですよね。Never. いや、もう二度と。一回も。絶対あんたたちにその男の人に引き合わせることはしないわよというふうに言ってますからね。 Never だから。 We love Steve. Steve is sexy. Steve is sexy って言ってますから、ちょっとなんかスティーブという名前でそれがセクシーだというふうに言いたいんだけども、それをなんかスティーブセクシーって言ってちょっと冗談めかして、あるいはもしかしたらそのスティーブという人がひょっとしたらドイツ系の人なのかもしれませんね。ドイツ系の人で、このドイツ系の人のだから、そのドイツ系の名前はシュタインとかね、スタインじゃなくてシュタインとか、なんかそういう名前が多いからね、そのドイツ系だということを冗談めかして言ってるのかもしれません、ひょっとしたら。
I feel about him yet. Just give me a chance to figure that out. Well, then. I don't even know how I feel about him. Let me just figure that out って言ってますね。だから今はその人のその男の人のことをあのどう考えていいかっていうか、その人と付き合っててどういう気分か今まだちょっと気持ちの整理ができないできないから、もうちょっとこう時間が欲しいわというふうに言ってるらしいんですよね。だからあの今ちょっと付き合い始めたばっかりみたいなんですね。それで、だから まだコンスタントな付き合いになってないからね、っていうかステリーな付き合いにはなってないから、まだ みんなに合わせるわけにはいかないし、まだね、なんていうのかな、気持ちもちゃんと整理できてないけど、まあもうちょっと時間が欲しいというようなことを言ってるんですよね。え、何するのよ。そうなんですよね。あ、引き合わせてくれるわけ。いやとか言ってる。Not after what happened to Steve って言ってますね。これあのちょっとどうやらね、あのこれ No あの Never って言ってますね。あのこれで、この今付き合ってる男の人をこの人たちに引き合わせることは一切しないって言ってるんですよね。で、なんでかというと Not after、what happened to Steve って言ってますね。どうやら昔スティーブっていう人と付き合ってた時に、なんか結構これこの人たちがいじめたみたいです。いじめたっていうこともないかもしれないけど、ちょっとスティーブがちょっと恥ずかしい思いしたのかもしれませんね、引き合わせて。だからスティーブの時になんか嫌な目に合わせてしま、嫌な思いしたから、だからもうあなたたちに私の今のボーイフレンドを引き合わせるわけにはいかないっていうように、まあ、冗談めかして言ってるんですね。なら周りがちょっと弁解してるんですよね。We love Steve. Steve って言ってますね。We love Steve. あのだから We love Steve と言わずに We love Steve って言ってますね。だからもうひょっとしたらそのスティーブってこの人の元の、ボーイフレンドがもしかしたらドイツ系だったのかもしれません。そのドイツ系だということをこう揶揄してるのかもしれませんね。We love Steve. Sexy ね。セクシーの音は Sexy って言ってますね。Can we meet him? No って言ってますね。だから、じゃあ引き合わせてくれる？いやそれで言ってますね。Sorry. Lamb chop. How old is that sock? If I had a sock on my hand for 30 years, I'd be talking too. Okay, I think it's time to change somebody's nicotine patch. ここら辺ちょっとなんかあのここら辺のジョークが分かりません。なんか聞き取れませんね。何を言ったのかっていうか、なんか全てが断片的に見える。あのそこら辺の文化的な何かものが分かってないから聞き取れないのか、なんか分かりませんけどね。ジョイっていうのは、あ、この人じゃなくてもう一人の方ですね、うん、ジョイが どこにいるのと。 So I killed him. ジョイどこにいるのって。で、あ、いや、ジョイはね、あの僕の最後 の僕の一番最後に残ったガムを食べやがったから殺しちゃったって言ってるんですね。 You think that was wrong? 悪いことしたかなって。これ誰が食べる？誰が食べるって言って、これは僕が食べるかもしれないとか言ってるらしいんですけど、これなんかなんでおかしいのかよくわかりませんから。$7,000 for the thumb. Oh, $7,000. And on my way over here, I stepped in gum. What is up with the universe?
何がおかしいのかな、これ。あの、このフィービーっていうさっきの女性が、I'm alive with pleasure now って言ってみたいですね、この人ね。だからこのなんかこう、なんかこうペタッとくっつけてもらって、ほんでもう気持ちよくって嬉しい、あの嬉しいよとか、気分が生き返ったような気分だよとかいうようなね、ことを言ってるらしいんですけどね。だからまあそれは皮肉として言ってるみたいなんですね。ほんでこの人はなんかスピリチュアルなことによく興味があってね、なんか宗教的なこととか、あるいは宇宙的なことによく興味があるから、だから今から言おうとしてるジョークがね、なんか宇宙的なことと関わってるみたいな感じはするんですけどね。パップターンって何や、パップターンって何でしょうね。これあのアメリカにあるあの、食べ物なんでしょうね、おそらくお菓子ね。僕はそれを知らないからちょっとこれ聞き取れないんですけどね。これ誰かいるって言われてね。Hey, I'm Mike. Sorry. You know those stupid soda people gave me $7,000 for the thumb. Oh, $7,000 for the thumb ってなんかあの親指のために、親指のために $7,000 をどうのこうのした。人がいるというような話を知ってて、ほんでみんながなんか驚いたことようなことを言ってるんですけど、ここら辺もよく聞き取れません。 And on my way over here, I stepped in gum. What is up with the universe? What is up with the universe? この宇宙一体どうなっちゃってんのとか言ってから、ちょっとあのこれやっぱりスピリチュアルなことに興味あるこの人は言うことがちょっとこう変わってるんですよね。Sir, when everyone gets to wear their underwear. Johnny. Oh. Okay. Oh, please. Guys, we have to talk. Wait. I'm getting a deja vu. No, I'm not. I'm getting a deja vu. Deja vu っていうのはもちろんあれですよね。デジャヴーってこれですよね。デジャヴー、あのフランス語ですよね、もともとはね、あの英語式になまるとデジャヴーですけども、フランス語では本来はデジャヴュー、デジャヴューってこれは already seen、 I have already seen とか言えばの already seen、 すでに見たということですね。で日本語ではデジャヴューと言いますけどね、既視感と言ったりしますが、すでに見た既視感って、あのこの既視感ね、既視感、ちょっと難しい日本語で、既視感、すでに見たような感じがするということですね。なんかあの何か、初めてだ、この今の場面は初めてだということが分かってても、すでに見たような気がする、すでにこんなことを経験したかのような気がするという感覚のことを既視感、既視感、デジャビューって言いますよね。もともとのフランス語、それを、日本語でも、日本語でもそれから英語でも使うんですよね、これね。でデジャヴーって言ってるんですね。これなんかすでにこれ、すでに以前にあったような気がする、こんなことがっていうことですね。All right, we have to talk. There it is. All right, we have to do. We have to talk. There it is って言ってますけど、もう。We have to talk って最初に言って、さっき言ったでしょ、何秒か前に。次にもう一回We have to talk って言ってますね。だから同じことを2回言ってるから、あ、やっぱりこれ同じことを2回繰り返してるっていう間に、ちょっとこれはジョークですけどね、こんなこと言ってますね。Okay, it's about Alan. It's about Alan. Alan のことなんだけど、Alan っていうのは多分この人の今付き合ってる男の人だと思います。There's something you should know. There's something you should know. ちょっとみんなに知ってほしいことがあるんだけど。Oh man, there's really no easy way to say this. ちょっとあの
ちょっと、どう言っていいかわからない、あの何、話し切り出すのが難しいんだけどということだね。 There's no easy way to say this とか言ってますね。 I've decided to break up with Alan. I have decided to break up with Alan. アレンと別れることにしたの。Is there somebody else? 誰か他に好きな人がいるのかよって言うんでね。No, things change. いや、そうじゃなくて、ただあのその、あのいろいろと、まあ、変化していくのよという。People change. あ、ちょっとね、ちょっとね、ちょっとね、ここが面白いですね。Is there somebody else? No. It's just, you know, things change. People change. ね、people change って言ってますね。ほんで、We didn't change.ね、だから people change、 人っていうのはどんどん変わっていくもんなのよ。 でもね私たちは変わってないわよ。嘘ばっかり言うんですよ。この人自身がさっきのさっさと変わってるじゃないかと言いますよね。あの、せっかくあの稲月がいて、で結婚式あげようとしてる時 に逃げ出すようなことをするからね。もうでこの人が真っ先にもうあの、何状況を変えてしまったのにね。でも私たちは変わってないわよなんてこと言って、変わってるっていうのは strange という意味じゃなくて、この people change、 すなわち我々は we didn't change、 だから私たちはなんていうのかな、私たちの方はそのなんていうのかな、以前とは変わってないわよとね、以前と違う人間になったりはしないわよということね。 we didn't change。 So that's it? ということで that's it は that's over ということですね。ということで、じゃあもう終わりなのかいと、Just like that っていうのはもう そんなに簡単に急にもうあの、別れちゃうのかっていうことですね。Just like that っていうのはよく使いますよね。Just like that っていうのは辞書を見れば分かりますけども、まあ、簡単に easily というかね、うん、Just like that というようにこういうようにあのなんていうのこれ、あれこれどういうんでしたっけこれ、あれ忘れた、指でパチンと鳴らすことなんて言うんでしたっけ、指切りじゃないな、これ Just like that とかよくこういうふうに指でこういうねパンと鳴らしながらね、 Just like that とか言いますよね、向こうの人。だからもう簡単にあの急にポンと何かやってしまうときに I did it just like that とかね、どういうふうにこういうように just like that というのはもう easily とか quickly とかそういうような感じですよね。うん、そんな意味ですよね。本来の意味はただそのようにというのが本来の意味なんですけどね。でもそれを easily とか quickly という意味で使いますよね。just like that でも そんな簡単に別れちゃうのかという意味で just like that って言ってますね。というわけであと2分でこのビデオは終わります。というか僕のこのマシンがこのビデオカメラが止まります。あと2分でね。これちょっと分かりにくかったな。あの、ちょっと分かりにくかったな。これ聞き取りたかったけどね、面白かったのに。No. It's just, you know, things change. People change. We didn't change. So that's it? It's over? Just like that? You know, you let your guard down. You know, you start to really care about someone, and I just. ね、これちょっと動からないですけど、どうやらあの。あんたたちはあの
そのモニカのことあんまり心配してないでしょ。で私はその、そんなんだったらちょっと私たちはだけそのこういうね、なんていうのかな、もっとこう相手の身になって考えてほしいというようなことを言ってるらしいんですよね。ちょっときちんとは聞き取れません。というわけでここで終わります。今日のところはこれで終わります。今はね、17分29秒のところで終わりますね。